アジアの国と地域組織の相互関係 VDEE トゥルク協議会はトゥルク諸語公用語とする国家により構成される国際組織である。1992年以降トゥルク号諸国家サミットがトゥルク語諸国家の間で開催されていた。2009年10月3日、このサミットに参加していた国のうち4つが7番で設立協定に合意した。 2019年5月24日、トゥルク評議会の提唱者であるカザフスタンの元大統領ヌルスルタンナザルバイフを加盟国の満場一致で名誉総裁に選出した。トゥルク評議会は3つの本部を持つ。事務総局はトルコのイスタンブールにトゥルク語アカデミーは1992年に設立され、カザフスタンのヌルスルタンにあるトゥルク語国家議会は アゼルバイジャンの爆風に1998年に設立された。事務総局以外の2つの組織は、トゥルク評議会に組み入れられている。トゥルク評議会は、以下の組織により構成されている。参加国の大統領は2年に一度、定められたトゥルク五国家内の場所において、首脳会合を行う。官僚や宗教学者による会合は、定期的に行われる。ありがとうございます。